おはようございます。コロナ退散かねちゃちゃー。いや今日楽ですよ。昨日ですね、もう一日ワクチンの副反応副作用でもぐにゃーってな、特に昼からがきつかったね。でも第4回目一応60になりましたので、まあこの格好ではお分かりのように、まあ、還暦社長は60になりましたので、一応来まして、で一昨日ですね打ったんですよ、ワクチン、オミクロン対応ってやつですかね。そしたらまあまあまあ、で打った日、その日はですね、まあ映画見に行ったりもしたんですけど、きつくなかった。昨日が朝からきつい、昼からが特にきつい。でただですね、夕方の5時6時ぐらいになったらふっって良くなったですもんね。あら、まあ、こういうこともあっとばいなみたいな感じで、まあただまあどうかな、3回目よりは楽になってるかな。うん、3回目のぐらいのなんかもっときつかったような感じしますね。はいはい、まあまあまあ、なんか噂ではもう無料で、なんか60歳以下の方にはもう配られないという話ですね、配布券はですね。でまあもう次からは有料になるんじゃねえかなと思っておりますけどですね、っていう話、噂を聞いておりますけど、まあ、どうだい、有料になったら負担目かなとか言うときつかもんだらな、もう。まあ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 、はいはい、じゃあもうでも今日はもうスカッと元気に頑張っております。夜7時までナイト営業、さあさあ一発行こうかね。さあ一発行きましょうね、行きましょうね。はい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 、今日は今曇っておりますけどね、向こうはちょっと晴れてきましたね。はいはい、今日は10月の5日スイスイの水曜日、夜7時までナイト営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はいはい、ワクチンもですね、ワクチンの副反応も終わりましたので、はい、今日も元気に頑張っていきたいと思います。お仏壇お困りごと&人吉号被災者支援、小畑仏壇無償提供、コロナ生活困窮者支援、仏壇無償提供、24時間電話受付、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。頑張ります。